カウンティ裁判所は各国でカウンティを管轄する裁判所である。イングランド及びウェールズについては州裁判所とアメリカ合衆国については軍裁判所と訳すのが通常である。イングランド及びウェールズには216の州裁判所があり民事訴訟事件の大部分を取り扱うとともに一部の火事事件、倒産事件の審理も行う。イングランド及び ウェールズの裁判所を管理する機関が司法省の執行機関である英国裁判所局である。州裁判所は1984年州裁判所法によって規律されている。手続きはイングランドの全裁判所の民事事件に適用される1998年民事訴訟規則に基づいて行われる。現在の州裁判所制度は1846年州裁判所法が 翌1847年に施行された時に発足した。州裁判所は訴額が5万ポンド以下の事件を一般。現在の制度は完全に制定法によって設けられたものであり、中世に各州長官が設置した州裁判所とは異なるものである。オックスフォードにある国王裁判所と州裁判所。州裁判所への訴えの提起は自ら出向いて、 または郵送で行うことができ、一部の事件では、州裁判所、バルクセンターを通じて、インターネットで申し立てることができる。事件は、通常、被告の居住地を管轄する裁判所で審理される。ほとんどが、一人の地区判事または、巡回判事によって判断される。イングランドの民事事件は、陪審なしで審理される。州裁判所の裁判官は、 法廷弁護士または事務弁護士出身者である。5000ポンド未満の民事訴訟は、州裁判所の小学訴訟トラックで処理される。一般市民には、小学訴訟裁判所という名前で知られているが、別個の裁判所があるわけではない。5000ポンドから1万5000ポンドの訴訟で1日で、審理を終えられる者は、ファストトラックに1万5000ポンド以上の訴訟は、マルチトラックには流振られる。 人身障害、名誉毀損及び一部の賃貸借の事件については、これらのトラックの振り分け基準となる科学が異なっている。州裁判所の裁判に対する上訴は、上級の裁判官、高等法院、高訴院へと行われる。債務支払い請求の事件では、州裁判所に訴訟を提起する原告の目的は、州裁判所の判決を得ることである。 判決の執行方法にはいくつかあり、裁判所執行理に財産の差し押さえを求め、その売却代金を債務の支払いに充てる収入の差し押さえ命令を得て、被告の雇用主が給料から控除して原告に支払うといった方法がある。州裁判所判決は判決、命令、罰金登録書に登録されるほか、信用紹介機関が管理する被告の信用記録にも、 登録される。この情報は信用評価システムで用いられているため、登録されると被告が融資を受けるのが難しくなったり、条件が不利になったりする。一部のオーストラリアの州では、中間上訴裁判所に、軍裁判所という名称が付けられている。これらの裁判所では、反逆罪及び殺人罪を除く、正式基礎犯罪を審理する。民事訴訟では、 訴額が数万号ドルから数十万号ドルの範囲の訴訟について中間上訴管轄を持つという場合が多い。その上限、下限は州によって異なる。他の州では中間上訴裁判所を地方裁判所と呼ぶところもある。これらの下にあるのが治安判事裁判所またはローカルコートである。一方、上位にあるのは州最高裁判所である。一方、 中間上訴裁判所をおかないに申請を取っている州もある。アメリカ合衆国では州によって軍裁判所を設けているところがある。ありがとうございます。